おら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 てめえ、この発言した。てめえの発言、責任取れよ。いいか、てめえは。俺をその気にさせたぞ、ついに。そのよ、クソみてえな発言で、おい。ああその発言がよ、新日本プロレスになっとってもな、てめえにとっても、脅威となる。脅威となる。この男が誕生したい。まずはてめえだ。その発言の罪は重いぞ。内藤、シングルマッチだな。高台じゃねえぞ、新日本プロレスはこのリングで。もう一回教えて。分かったな。返事するか。分かったか、こら、おい。バカ。次から次へと現れるね。いいんじゃない？だってこんなに多いし相手他にいないよ。逆に絡まなきゃ損だからね。まあいい目をしてるよ。それから今太一の顔見た？あんなに生き生きしてる太一、俺は数年ぶりに見たよ。一緒にメキシコ行った時かな。もう6年7年前ですか。それぐらいぶりにあんな生き生きとした表情見たよ。なんでこの生き生きとした顔が現れたかわかる？俺がケツを叩いてやったからだよ。俺がケツを叩いたからあいつは一歩踏み出す勇気が出たんだろ。俺に絡んでくるのはいいけどさ、その前にグラシアスありがとうはないのか。俺のおかげだろ。感謝しろよ。まあこれからどうなるのかわからないけどさ、彼がどういう行動を起こすのかわからないけど、俺オクバードなんだよ。忙しいんだよ。大地になんか構ってる暇ないからね。そんなにやってほしいんだったらもっとます行動を起こしてみろよ。まあ話はそれからだよ。悪いけど彼と俺じゃ立ってるステージが違うからさ。じゃあ皆様、次は沖縄でお会いしましょう。アスタルエゴ、アディオス。